ペペンペペ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 今日もいいミスターヨウ様から配信を送るの道川明幸様体力限界だけど魔性の味コーヒーオンリー様私の株式会社理屈な様このオフィス K&A 様SND64 様以上の提供でお送りします。してほしいのよね時に変わってお宗教ペペンペペペペペペンペペペペンペペンペペンペンペンペラララペペペンペペンペンペンペラララペン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 ペラララペンペペンペンごめんね素直じゃなくってYou may not know how to do it. はい、皆さん、こんばんは。9月の17日、木曜日の灼熱プロレスズームインムーン、始まりましたわよ、皆様。今日は何の日かご存知ですか？今日は、なんと、私のデビュー17周年でございまーす。はい。ということでですね、今日も元気に、プロレスを配信していきたいと思います。なんとですね、皆様にお知らせがございます。今日9月の17日、私のね、記念すべきデビュー日ではございますが、なんとノーゲスです。ノーゲスノーゲスノーゲスすごいでしょ、私のこの人徳は。はは、本当にノーゲスです。はい、あ、皆さん、あ、皆さん、なんか、おめでとうのメッセージいただいてるじゃないですか。皆さん、ありがとう。あ、高井さんにお仕置きを。はい、ということですね。本日も、この配信を担当いたします、私 MC セーラータムーンです。よろしくお願いします。はい、皆さん9月の17日で17周年素晴らしい日ですね。お、皆さんね、コメント、あ、めいちゃんが来てんのかな。めいちゃん、ありがとう。めめめめめめいちゃーん、ゲストがいないから何も喋ることがないのとんでもねえな。あ、でもですね、皆さん、そうだ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 、
あ、めいちゃん可愛いです。ありがとう。めいちゃんより可愛いでしょ。はい、今日17周年ということでね、お花いただきました。かわいい赤いバラですか、これは。17周年、田村17周年、おめでとうございますと、お花束いただきました。ありがとうございます。そしてなんとですね、こちらもね、お花屋さんから、はい、バームクーヘンいただきました。バームクーヘン、ちょっと開けようか。バームクーヘン、健やかの木無添加バームクーヘンですね。開けてみましょう。わっ、すごい、まん丸バームクーヘン、ありがとうございます。お月様みたいですね。もうこのズームインムーンにぴったりでございます。ありがとう。あ、川島さんにババ倍返しだ。まあ、一人でやってるんでね、何も怖いものはありません。ありがとうございます。フラワーインテリア様、ありがとうございます。そしてですね、今日ヒートアップキッズ、ヒートアップ道場のキッズからこんな素敵なね T シャツをいただきました。バン、なんとチキザップ T シャツ17周年アニバーサリーって書いてあります。こちらをいただきました。ありがとうキッズたち。あんまりこう、なんかうまい言葉は言えませんけども、まあ、今後も頑張っていきたいなとこの格好で言わさせていただきます。あ、横地さん月に変わって倍返しだ。ワンダーも倍返し。はい、ということで今日も、頑張って配信していきたいと思います。はい、では本日の試合ですね、今日の試合はこちらでございます。バン、お、ユールール10分一本勝負、伊藤匠みたい渡辺博士。はい、なんと塾長がユールールに初参戦でございますね。実はですね、塾長とはねスパーリングを何回かやったことがあるんですが、やっぱ我々なんだろうな、我々の知らない技というか、今の人こんな技使うんだっていう技で攻めてくるんですね。それがね、また力技なんですけど、なんかボケてませんか。はい、力技なんですが、あの塾長はねやっぱほんと力強いんで、はい、なんだろう、本当に古代パンクラチオンで使ってたんじゃないかっていう技を塾長は使います。そして力が強いので、これはちょっとね、塾長がどこまでこう懐の刀をピュッと出すのか楽しみですね。そして対するは、今、我々のランキング2位にいます伊藤孝臣選手。上アキラ選手には負けてしまいましたけどね、やっぱこのスタイルではナンバーワンの存在感を表してるんじゃないですか、伊藤さんはね。うん、非常に楽しみな一戦でございます。はい、私ね、楽しみにしていてください。はい、それではですね、いつものお願いに参りたいと思います。はい、今日の配信面白かったと思う方はですね、こちらおひねりチケット公式、オンラインストアにて販売しております。ご購入いただきますとこのような、はい、生写真ですね。やっぱ女の子出した方が売れるのかな、こういうね、さきちゃんとやこちゃんの可愛い写真みたいな。はい、今日は塾長となんと伊藤孝臣選手のツーショット生写真をプレゼントいたします。そして、ヒートアップの選手から心のこもったお手紙の方
書かせていただきますので、ぜひオンラインストアにてご購入ください。はい、そして、この2週間にわたりますズームインムーンですね、こちらに対してのご支援をお待ちしております。はい、ご支援いただきますと5000円ですと、長野茜先生デザインのこちらインチキロング T シャツをプレゼントいたします。こちら非売品になっておりますので、ぜひね、来てください。もうすぐ秋冬になりますから、ロンティの季節です。ぜひ5000円よろしくお願いします。そして1万円ですと、こちらの、ロンティにですね、晩、はい、8月10日に行われました、新百合ヶ丘大会、こちらの、DVD 非売品ですね、こちらをプレゼントいたします。こちらどこでも見れない商品になっておりますので、ぜひとも、ご支援の方よろしくお願いします。そして1万5000円ですと、配信内でお名前の方を、読まさせていただきます。3万円ですと、なんと日曜日の生配信を生観戦できます。はい、1回2名様までですね。はい、そして5万円ですと、なんと、VIP 席、要は本部席から試合が観戦できます。そして、ご希望があればゲスト解説、入っていただきます。そして田村兼平井槌が直接このロンティーと DVD の方、お届けに参ります。はい、そして20万円ですと、冠スポンサー様として丸々プレゼンツと表記させていただきます。生配信を本部席から VIP 観戦、特別解説、そして、何回でも、要は2回とも来れるということですね。1回につき3名様まで、本部席から、生観戦できます。そして、会社のですね CM を制作し、番組内で毎回放送、全力で PR いたします。そして田村兼平井槌が、直接全国どこでもお届けに参りますので、ぜひ僕らはね、ちょっとこのご支援がないと本当に配信が終了してしまいます。こっちかこっちのね、今非常に集まりが悪くて、10月の配信どうしようかと考えているところまで来ております。ぜひ皆様の温かいご支援お待ちしております。はい、そして、あ、本日の協賛者様ですね。はい、本日の協賛者様をご紹介いたします。はい、まずこちら、アドラーソーラーワークス株式会社様、ありがとうございます。なんか今週来ていただけるのかな。はい、観戦していただけるということで、ぜひねお待ちしております。向かいのパスタ屋さんも予約してくれたみたいで、はい、ぜひ、あ、その日曜日にはヒートアップオリジナルパスタが食べれるかもしれません。インチキパスタがね、はい、平野社長楽しみにしててください。はい、そしてもう一人でやってますからね、ちょっと時間かかりますよ。はい、あ、ミスターヤンさん、ありがとうございます。はい、昨日おめでたいことがあったのは、私たち、ご存知でございます。よかったですね。あとはミスターヤンさんの健康が心配です。パーソナルお待ちしてますよ。はい、そして、あ、道川明幸様、ありがとうございます。道川さん、スポンサー見つけてこないと、道川さんのカメラが道川さん、いつも素晴らしいカメラワークありがとうございます。今週日曜日も生配信ありますんでね、ぜひ私の17周年記念大会、素晴らしいカメラワーク期待しております。はい、そして魔性の味コーヒーオンリーさん、ありがとうございます。はい、うちの練習生行ったんだけど、まだ会ってないから味はどうだったかって言ったけど、金平も昨日ね、魔性の味コーヒーオンリーさんまた行きたいって、言っていたので、私もカフェソーダ
練習生は飲まなかったカフェソーダね。皆さんは飲んでください。あれ、これ9月いっぱいまで飲めるのかなね。オンリーさん、もしよかったら情報流してください。カフェソーダ絶賛販売中です。はい、そして株式会社理屈な様、ありがとうございます。なんかツイッターでまた、ちょっとつぶやいておりましたね。場所はですね、理屈なさんのある場所は、我々があそこオープンする前に、ゲリラプロレスをやらせていただいて、実はですね、その時私、手首を痛めたという思い出があります。実際言ってなかったですけど、すごい綺麗なところでね、ディアナさんの道場もあったり、もう映っちゃいましたけど、我々が行きたいぐらいです。はい、リクさんいつもありがとうございます。はい、そしてオフィス K&A 様ありがとうございます。この T シャツ作ってくれたの多分あのオフィス K&A 様だよね。ありがとうございます。こんなね、インチキチキザップ、インチキ赤ちゃんがね、なんか人気みたいですけどね、なんか TikTok でもちょっと載ってるんで、ぜひ見てください。そして、皆さんアンケート今募集しております。良い配信をするために皆さんのご意見お聞きしたいと思っておりますので、皆さんのご協力何卒よろしくお願いいたします。はい、そしてSND64 様、最年長同乗生ということですね。最年長同乗生か。はい、ありがとうございます。ぜひ木曜日クラスもね、来てほしいな。スパーリングやりましょう、立ち技のね、寝技のスパーリングやりましょう。木曜日クラス今暑いですよ、非常にね。ぜひぜひ来てください。はい、以上かな。はい、以上となります。皆さんご支援本当にありがとうございます。はい、お、そして、ヒートアップオンラインストアの売上の一部は障害者支援、青少年育成活動に使用いたします。おひねりチケットは10月の2日までとなっておりますので、皆様ぜひぜひご協力の方よろしくお願いいたします。あ、なんとサポートメンバーがアンケート今チャットに上げてくれましたね。ぜひ皆さんここからクリックして、文句なりなんなりいただけるとどんどん改善できますのでよろしくお願いしますね。はい、てことで早速ですが試合の方に参りたいと思います。本日の試合はユールール伊藤貴文対渡辺博史塾長でございます。それでは行きたいと思います。月に変わってブブブブブ倍返しだ。ゴール。
アマゾンはファンタシーズン伊藤貴史。返しですね、今。はい。決めて投げていった。さあ、
首か腕か、どこを狙う右肩か首。塾長の力というか、そう簡単には腕とは取られないと思うんですけど、はい、取りますが、しかし、右手って、これは、やっぱりね、塾長がね、こういうところ、上手なんですよね。よっしゃ、もう、はい、失礼します。伝統的なアカデミックなプロレスの境地にかけて、90年代に生まれたそのパンクラスのスタイルの選手に、戦いを挑み、まあ、結果として、敗れはしたんですけども、でも何かこうピュアなレスリングを、もう1920年代のピュアなレスリングを、戦えたかなと自分の中では満足しております。またこういった機会が、こういった機会をいただけるならば、もっともっと、このスタイルでも戦っていければと思う次第であります。ありがとうございました。男性は6分24秒、キーロックによりまして勝した伊藤忠文選手でございました。番組スポンサー大募集。あなたの会社を PR しませんか？詳しくはホームページまで。大人の夢が叶う場所、ヒートアップ道場、新規入会者募集中。
詳しくはヒートアップ道場で検索。はい、皆さん、見ていただきました通り、伊藤孝文選手の勝利でございました。はい、ちょっとね、解説させていただきますとね、塾長のね、あの体型って実はね、関節技かかりにくいんですよ。私もそうなんですけど、あの手足が短いでしょ。みんなから言わせると、やっぱ関節取りにくいらしいのね。うん、で、やっぱ塾長とスパーやっててもそうなんだけど、腕十字の体勢に入ってもなんかね、やっぱ取れないの。力強いし、こう、短いし。でもね、最後キーロックに対してあれ、僕も自分も使うんだけど、こう耐えてるからこそあそこにスポッていう入るのよね、キーロックが。うん、だからね、あれはね、伊藤さんのやっぱこう頭脳勝利というか経験というかすごいなと思ったんですけど、塾長も2本伊藤選手からエスケープ奪った。最初が何だったっけな、レッグ、あれもね、スパーでやって食らったんですけど、めちゃくちゃ痛いっすよ、あれ。で、あとフェイスロックですか、あれもね、塾長のめちゃくちゃ痛いって。俺、よく伊藤さん頑張ってエスケープしたなっていうぐらい、塾長のなんかこうひねり技、ああいうのね、今の人やらないと思うね、スパーとかで。うん、それをね、やっぱね、こううまく使ってくる塾長のうまさがちょっと僕は素敵だったなと思います。そしてね、皆さん気づいてましたか、伊藤さんね、レガース履いてなかったんですよ。塾長とこのレスリングを楽しもうというね、この心意気がまたかっこいいじゃないですか、伊藤さんのね。いや、素晴らしい試合でした。はい、あ、皆さんもね、あ、かっこよかったです、塾長かっこよかったです、スペース、あ、ナースリン、ナースリン来てますね、ありがとう、最高の試合でした。ナースリン U ルールやったら面白いと思うんだけどな。はい、このやっぱり U ルールは面白いね。うん、もっとね、こう見てみたいというか、なんかちょっとね、俺の構想の中なんだけど、まあ、U ルール独自のベルトを作ってもいいかなってちょっと思ってたりします。本当に面白いんで、このルールがね。あ、クリクリさんにお仕置きを。はい、U は嫌いなのでやめときます。ナスリン察するよ。はい、ということでですね、皆様に一つお知らせがあります。なんと、来週のこの木曜日のカード決まっております。来週の木曜日、U ルールのカードは今日発表したいと思います。こちら、10分一本勝負、ジョー・アキラ対ホワイト・森山。はい、森山さん復帰戦決まりました。やったー。皆さん知ってますかね、森山さんのことね。ご存じない方もいらっしゃると思いますが、はい、このね、ホワイト森山選手、実はですね、まあ、私の先輩でございます、地元の先輩でもあるんですけど、中学高校の、1個上の先輩でして、そして U ファイルでも先輩でございます、もちろんですね、森山さんはなんと U スタイル経験者でございます。田村清さんのね、U スタイルにも出ていられた方で、今よく練習に来られてるんですけど、
いやー強い強い、本当に強い、うん。でね、まあ、一度、U ファイルをやめられて、バチバチ、バチバチじゃねえな、風天か、池田大輔さん率いる風天の方にですね移籍をしまして、そこで引退試合やったんですけど、私はね、森山先輩が U ファイルやめて、一回ですねプロレスから遠ざかった時に、森山先輩とはもう二度とできないんじゃないかなと思ってたんですが、風天でですね私にオファーをいただきまして、森山さんと、シングルをやらさせていただいた、その時矢部さんは涙を流したという噂ではありますが、私の地元の先輩でもありユーヌの先輩、そしてですねヒートアップのなんとホームページを作っているのも森山先輩でございます。その復帰戦の相手は今ランキング1のジョン・アキラいきなりハードル高いですね。はい、ハードル高いですけども、森山さんなら何かしてくれるんではないかなと思っております。ホワイト森山復帰いたします。皆さん楽しみに来週していてくださいね。はい、あ、皆さんナスリン面識ない時に結婚式二次会出た思い出しかありません。あれね森山さんの結婚式かな、バロモン兄弟とやった時かな、ね、ありましたね。すごいの決まった、ジョー・キラス、ジョー選手が首位に立つチャンス、ジョー、あ、そっか、ジョー君今ので伊藤さんが1位になったからかな。はい、大久保対森山ありましたね。 ありましたよ、もちろん U ルールですよね。あのグラウンドさばきが見れるのが超楽しみすぎるカード。ピョン吉さんは特にそうだろうね。今一緒に練習してたりするもんね。はい。はい、ということで 来週の木曜日もぜひ、森山さん復帰戦楽しみにしていてください。はい、それでは、インチキクッキングの方に行きたいと思います。バラモン、牧場使ってキャンパス回答になったらしいです。はい、森山さんが払ったそうです。はい、ではインチキクッキングです、どうぞ。インチキ赤ちゃんのインチキクッキング。インチキクッキングとはわしが持ってきた材料を美味しく調理してもらう無茶ぶり企画じゃ。しかも協力していただくのはヒートアップ道場向かいにあるパスタ屋さん、マツカの松さんじゃ。松さん、はい、わしの無茶ぶりよろしくお願いします。はい、受けて立ちます。ああ、今日調理してもらうのはこちら、白菜キムチ。キムチじゃ。できました。お、川崎のソウルフード、ニュータンタン風パスタですね。ニュータン、キムチのせです。うおー、匂いがすごい。それでは実食いただきます。はい、これの手応えはどうでしょうか。手応えはまあ、そう、キムチの酸味が結構あるから、この酸味がちょっとうまく混ざってくれればと思うんですけど、はい、これは辛そうだろう。辛いです。これは辛いです。それではいただきます。やばい、これ
激うまです。激うま、やばい、やばい、これこれこれ激うまです、これうまい。ありがとうございます。このキムチの辛さとですね、この麺ですか、そうです、麺のコシというんですか、マッチしまくってます、これこれソウルフード、稲積ソウルフード決定。パスタダイニングマシュカさんはヒートアップ道場目の前、毎週水曜日定休日です。詳しくはインスタフォローお願いします。番組スポンサー大募集、あなたの会社を PR しませんか。詳しくはホームページまで。大人の夢が叶う場所、ヒートアップ道場、新規入会者募集中。詳しくはヒートアップ道場で検索。はい、見ていただきましたインチキクッキングでございます。今日はキムチでしたね。これね、ベリベリベリーナイステイストでございました。はい、あのね、めちゃくちゃうまかったんでまた食いたいっていう感じなんですけど、明日もう一品ありますね。今なんだっけ、最初が雪見大福、次がポテトチップス、次がグミ、そして今日はキムチでございます。そしてね、今日はね、最終日じゃない、明日最終日なんでもう行っちゃいますけど、明日は私の一番大好きな飲み物、コーラ、こちらを用意しました。こちらをね、マシカさんはどう調理するのか皆さん見ていただきたいんですけど、この5品の中で、一番気に入ったものを、実は来週から期間限定でマシカさんで食べれますので、ぜひ皆さんマシカさんに来て、ヒートアップパスタ食べてみてください。よろしくお願いします。はい、それでは、今日も皆様に、見ていただいてありがとうございます。今日もお願いでございます。今日の配信面白かったと思う方はヒートアップ公式オンラインストアにておひねりチケット販売しております。こちらご購入いただきますと、はい、このようなね、もう女の子を前面に出して宣伝したいと思います。このような生写真をプレゼントいたします。そしてヒートアップの選手から一枚一枚丁寧にお手紙書かせていただきますので、ぜひご購入よろしくお願いします。はい、そしてこの配信に対してのご支援お待ちしております。5000円いただきますと、長野あかね先生デザイン、こちらのヒートアップ非売品ロング T シャツの方をプレゼントいたします。そして1万円ですとロング T シャツに、こちら8月10日に行われましたヒートアップ、新売りが丘大会ですね、こちらの DVD の方をプレゼントいたします。そして1万5000円ですと番組配信内でお名前の方を読まさせていただきます。3万円ですとなんと日曜日生観戦できますので、ぜひお越しください。5万円ですとなんとその生観戦を VIP 席から解説できます。
そして、特別解説も、できますので、ぜひとも5万円お待ちしておりますね。はい、そして20万円ですと冠スポンサーとして〇〇プレゼントと表記いたします。生配信を本部席から VIP 観戦、特別解説記念撮影、1回につき3名様まで見れますよ。そして日曜日どの何回来ても大丈夫です。はい、そして、記者の CM を制作し、番組内で毎回放送、さっきのね番組スポンサー募集とか、道場の募集とかですね、はい、こちらの、CM 流させていただきます。そして田村金平井槌が直接お届けに参ります。こちら本当に皆様のご支援でこの配信成り立っておりますので、ぜひご支援よろしくお願いいたします。はい、そして明日のカード、明日のカードですね、はい、発表したいと思います。明日のカードはこちら、はい、15分一本勝負タッグマッチ、井槌哲也、清水ライト対トン・ショジュン、佐山俊介組、はい、チーム安達対 TT 兄弟ですね。はい、我々兄弟ね、これなんだろうな、俺的には結構売れてもいい TT 兄弟この2人じゃないかなと思うんだけどな。なんか見た目もいいし、体もまあいいし、うん、私はちょっとこの TT の豚匠佐山君はちょっとね私期待しておりますが、実はねこのチーム足立も私は期待をしておりまして、特にねこの清水ライト、彼はね化けないと思うけどね、化けそうな気もするんだよね。うん、真面目で清水ライトは試合すれば強いんじゃないかなと思ってるんですけど、どうもね清水ライトはね美味しいことしようとするんですよ。そうすると大概しょっぱいんで、清水ライトが真面目にプロレスを取り組むと多分俺は最強だと思ってます。ライトレフトこんなのいらないからね。はい、こちらの明日は10時半からまた配信をします。そしてですね、明日はこれに加えこちらもまあございます、登場生発表会が、明日放送されます。明日はですねうちの登場生浅尾陽介さん対轟浩さん、こちらのシングルマッチをお届けいたします。この発表会はね本当にいい大人がいい顔してるんで、それを見ていただきたいなと思います。はい、明日この2試合お届けします。そしてインチキクッキングもありますからね、ぜひ明日も見てください。はい、それでは最後に、今日のスポンサーさんをご紹介して終わりたいと思います。はい、アドラワークス株式会社様、いつもありがとうございます。はい、ミスターヨウさん、ありがとうございます。はい、道川昭之さん、ありがとうございます。魔性の味コーヒーオンリー様、ありがとうございます。株式会社リクツナ様、ありがとうございます。オフィス K&A 様、ありがとうございます。はい、そして最年長同調生64様、ありがとうございます。はい、1万5000円以上ですとこのように、番組配信内でお名前の方を読まさせていただきますので、ぜひぜひ、皆様の熱いご支援よろしくお願いします。
そしてヒートアップ、こちらのひねりご支援チケットはですね10月2日までとなっております。ヒートアップオンラインストアの売上の一部は障害者支援青少年育成活動に使用いたします。プロレスで社会貢献を目指すヒートアップへのご支援何卒よろしくお願いいたします。あ、そして言い忘れてました何だっけ、コーヒーヒートアップコーヒーですね、レジストさんとコラボした、障害者支援、障害者事業所レジストさんとコラボしましたドリップコーヒー賞味期限が近づいて売れ残っております。ぜひとも、お買い求めください。今、セールしてるのかな350円ぐらいで半額で買えるはずです。はい、今すぐヒートアップオンラインストアの方に行ってご購入ください。はい、本日の配信も以上となります。やりきったね一人でね。ということで、私17周年もこう寂しくコスプレで終わるのですね。はい、皆さんありがとうございました。今までありがとうございました最後これ撮っていいですか。一応ね17周年なんでね、いやもう髪も大変なことになってますね。はい、私はねこの18年に向けてですね、まだまだ革命を続けていきたいと思います。いろいろ時代が変わっております。その時代にね、乗り遅れないようにまだまだ私も練習しっかりやってコンディションを整えて時代に残されないようにしたいと思いますので、ぜひぜひ皆様今後とも応援よろしくお願いいたします。はい、それでは、明日もぜひこの灼熱プロレスズームインムーン見てください。あ、皆さんカツラつけないでコスプレとかやってる気持ち悪いよねこれね皆さん お祝いのコメントありがとう。後で全部見ときますね。はい、それではまた皆さん明日もお会いしましょう。月に変わって倍返しだ。おやすみなさい。提供はアドラーソーラーワークス株式会社様、ミスターヨウ様、道川明之様、魔性の味コーヒーオンリー様、株式会社リクツナ様、オフィスK&A 様、 SND64 様、以上の提供でお送りしました。